ドラフォー、昨日勝てよ。ドラフォー、昨日勝てよ。なんてね、嘘ですよ。はい、まあでもね、あの昨日もね、もちろん勝ってほしかったですけど、まあ、でもね、パリーグで首位争いしてる楽天さんにね、もう2勝1敗で勝ち越すことができたので、はい、もう満足でございます。それでは今日のキャサモリー、はい、まずはね、仕事に松葉投手。はい、もう今日はね、もう5回無失点ということで、もう100点満点じゃないでしょうか。はい、ミッションコンプリート、キャサモリー。はい、続いてね、リリーフ陣。はい、あの清水くんはね、あの買いまたぎでちょっとこうピンチ作っちゃいましたが、ジャリさん、ボブさん、ライバルさんとこうつないでね、もう見事に逃げ切ってくれました。キャサモリー。それから打つ方ではね、初回に久しぶりの得点を生んだ 1,2 番コンビ、いやー大きかったね、キャサモリー。そして2点目のタイムリーを打った三ツ俣さん、はい、もうこれぞね、仕事人って感じの、もう綺麗な身打ちでしたね、キャサモリー。最後はもちろん日野拓さん、はい、もう2点目のねお膳立てと3点目のタイムリー、もう最高です、キャサモリー。はい、以上。はい、それでは申し送り。はい、楽天のね、次の相手はねDeNA ですね。はい、ベイさん3連続っぽいですね。はい、まあね、楽天はまあうちとよく似てる野球するんで、まあ、いつもねうちのことボコボコにしてくれるDeNA さんなら大丈夫でしょう。うん、はい、いや、まあね、勝負強い浅村選手と島内選手の前にランナー置かないことですかね。うん、はい、でそれからね、投手陣はもう本当みんな素晴らしいです。はい、もう本当にね、勝ちパターンじゃない投手でも、いや本当ね、いいピッチャーが多い。うん、はい、そうだな、そうだね、この西口投手、あと鈴木空投手、うん、ほんといいピッチャーですね。はい、まあね、頑張ってください。以上。いやー、これでね2カード続けて勝ち越しですかね。うん、いや、まあもちろんね、あの村はあるんだけど、うん、ほんとよくね、あの立て直してきてると思います。はい、にしてもね、あれですね、昨日ね現地で思ったんですけど、ガラガラやないかーい。はい、もうまあ確かにね、あの土平日っていうのもあるんだけど、うーん、なんかね寂しいですよね。うん、みんなドーム行こうぜ。はい、っていうね、私も月に1回か2回しか、まあ、行けてないんでね。うん、まあでもなんとかしたいですね。うん、昨日のね、私の席はパノラマビーって言って、平日だとね、もう1400円とかで行けちゃうんで、仕事がねこうちょっと早く終わったなっていう日にフラッとね、気軽に、いかがですか。はい、いや、ちょっとね、5階席なんで、まあ遠いっちゃ遠いですけど、まあでも高くて見晴らしがいいから、すんごいよく見えますよ。はい、皆さんもね、ぜひ行ってみてください。それでは皆さん、ドームでお会いしましょう。そしてね、明日も勝ちましょう。はい、それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。解散。乾杯。揺れる想い、さよならの代わりに、負けないで、もう少し咲いて
と優勝だ。命の限りの中日だ。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。閉店。